よくさ、推しマーとかファンマーとかあるけどさ、あれ、キタサラだったらさ、どんな感じだろうね。多分、王冠だったり、可愛い動物なんだろうな。はい、どうも、キタサラです。ということで、今回は選手メイン賞やっていこうと思う。で、今回の木曜のアップデから、これ見て、週刊の復刻のガチャが来たんだよね。でさ、しかもこの週刊のガチャさ、二つあってさ、これ、うじゃうじゃ前のね、強い選手たちがいるわけよ。いわば、新年早々に部活に顔出してくる OB たちよ。はい、ということで、今回、こっちの週刊ガチャの中でね、何人か強い選手はいるんだけど、一人ね、俺、すごい気になる選手がいたということで、紹介していこうと思う。ちなみにボックスドローほぼ底引きしました。ふざけないでください。ということでそこまでして手に入れた選手はこちら。フィル・フォーデン選手紹介していこうと思う。このフォーデン以外に2列目フォーデンっていうのが前の週刊に出たんだけど、その劣化版って言われてんだよね、こいつが。で、もうそんなことないぞと。しつかりとこのね、フォーデンにもね、差別化できるポイントがあるということで、みんな違ってみんないい金込みすずと。今回のフォーデンがこの一番左上のフォーデンなんだけど、じゃあ具体的に何が違うかっていうと、まず一つ目、ウィングストライカーという点。これ見て周り、チャンメか、あとは2列目なのよ。その中で一際輝くウィングストライカー、ライカーを持っていることでこれが強いのよ。でもう一つが適性が右ウィングにあるところだよね。フォーデンって左利きじゃん。だったら右サイドからえぐって左足で打ちたいわけよ。それができるっていうのがこの2列目かウィングストライカーなのよね。2列目は右サイドハーフなんだけど、これウィングストライカーは右のウィングです。もう前線に張れるということと、今環境である4123とベチベチに噛み合うってところでマジで強いと思った。どんなに強い能力値でも AI の動きだったり場所が悪いと意味がない。例えると水中が主戦場である魚が陸上歩く練習してるのと同じだよ。はい、ということで今回こちらのフォーデンをね、右サイドのウィングで使って、もうバチバチに仕掛けてね、ゴールを決めていこうと思うということで、試合へ、レッツラゴー。はい、相手のスカット見ていこうかということ、おぉ、グーナーと対決よ。負けられませんね。ここ縦走って、受けてる。来たー！これウィングよ！ストライカーよ。えぐれんじゃない？はい、潜れる！で、これで、イメージ通りに行きそうだったのが悔しい。ここ任せろ。得意だから。早い！決まった！よし！はーい！美しすぎてミロカロスになっちゃいそうでした。マジで使いやすいんだけど、マジ笑っちゃう本当に。はい、メッシさんからここキープして、いける？うーかーみ、パスうま、よし、お得意の？はい、顔面打ち抜いて、お前一人一人退場させるというその目論見やめろ。方でマジで、ここちょっと守っていこう。いやもういいや、うまっ、ちょ待って、うまいうまい、でも お前うまくね、なんなんマジで。グナの印象悪くなるぞ。でもグナ悪くない、うん、こいつが悪い、みんなそこだけは理解して。はい、ここ縦突っ走って来い来い、よしで来た、ねえ、操作ミス。ここパトリ使う、出して、でこれサイド見ていこう。はい、よし、やばい、来た、いけ、よしよし。いや、なんか瞬発えぐい、なんか一瞬のスピードでさ、めちゃめちゃぶち抜くんだけど、セナいるわ。ここちょっとキープ、つながれ、オッケーオッケーオッケー、でこれいけるじゃん、おい、あっ、よっ、おお、待って、俺だけ稲妻イレブンやってるんだけど。ここうまく、よし、でいいね、そのキープ。で、食べ。よーし、アンクルブレイク。アンコ、アンコ、アンコをしたと思ったら全然ダメだったでした。オッケー、オッケー、オッケー。で、ここいけんじゃない？はい、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 はい。中切ってたの残念です。早いね。で、ちょい、よし！お前さ、サイコパスな、相手の顔面当ててゴールすな。はーい、気持ち良すぎる。もはや切断は呼吸です。はい、相手のスカット見ていこう。週刊主体で2985行く？で、ここから中展開して、これメインシーン悪いとこってさ、この、フォーデンにしか出せないとこ。ここ行こう。ねえ、お前行きったよ。マジでバカなんだよな、俺は。はい、見逃してないよ。上がってる、上がってるよ。負けんな。よし、大きいね。タッチがいいね。はい？ちょっと無理か。
立て直して。はい。ねえ、お前、読むな。マジで読むな。はい、ここも上がってくれんじゃないかと。うわ、最高すんぎ。行きましょう。はい。よーし、最終的に相手ビビって寄せてきません。ここさ、上からフォーベンマリコ様、ナイス。で、ここさ、はい、走れメロスで、メロスった後のこの中相当強い。ねえ、ねえ、お前空気読んでお前取るな、もう。フォーベン覇気です。寄せてこないだろ、ほらそれはもう観客にパスしてるのよ。ブラボー、ブラジャー。もう強いとかじゃなくて、楽しい。ドリブルと瞬発なんかすごいのよ。とにかくね、ドリブルの使用感はマックスでいい。皆さんね、手に入れて使っていきましょう。バイバイ。